こんにちは、ふみです。本日はですね、新しい新降臨、が来ております。ラタトスク降臨、なんかリスみたいなやつね。かわいいリスみたいなやつなんですけど、こちらやっていきたいと思います。絶壊滅級で、いつものごとく、キャプテン翼で行ってみたいと思います。初見です。はい、こんな感じのパーティーですね。まあ、パーティーは本当にいつもの感じなんで、まあ適当に流してみますけど、はい。完全初見でクリアなるか。まあ体勢で言うと、毒お邪魔はつけてなくて、帯もつけてないかな。捜索課もないですね。まあ、いけるっしょ。行ってみましょう。どんなギミックがあるんか。お。超根性が左。なるほど。じゃあ、とりあえずリーダー変身すっか。片側リーダーになっちゃった。ほら、バインドのことをすっかり忘れてたわ。これ全然、裏シラ用なので、バインドとかついてないんでね。耐えろ。耐えた?あ、今攻撃力10倍って言った？そんなことある?早くね？はい。マインド回復あったよね。OK。OK。固定追撃がないから宣告が散った。これはまずい。2階でなんかあるか。2階でまたなんかあるっすよ。これちょっと6回でしたいな。そんで6回でしたい。あ、抜けた。やめて、何もしないでー、お願い。不安さ、ほらねー、だから言ったじゃん。とりあえず、どうにかなんないかな、コンボで。とりあえず、コンボでどうにかならんかな。あー、降ってきた。ナイス。あんまり消えないでもらって。オッケー。ボターンはきついな、でも。ボターンもあるね。毒性吸収は、まあ大丈夫そうだな。こんな感じで。火、水、大丈夫だよね。入ってないのね。OK。あ、硬い。なるほど、硬い。あ、硬いけど、攻撃がすげえ強いというわけじゃないぞ。はい。二人が降りやすくなってきて、くれてるから。あー、ちょっと1個足りない、1個足りないくらい。あと3ターン。やだー、長い。どれだ、待って、硬いな、敵だな。7コンボで耐えよう。5、6、7。あー、降ってきた。うわ、半減。4秒で7コンボします。もう一個振って。あー、これで耐えてくれん。あー、取れた。よし、スキル使えんぞ。はい、回復したいな。コズミックエース使っちゃうか。使っちゃおう。これで、こんな感じで、95% 取れたらどうなる？終わったらどうする？うむ、元気がいい。あの効果。
あ、50% 減ならいけそうだけどな。じゃあ、ハネカー使っちゃって。いきます。13秒ある。どうや。10コンボいった。よし、よし。初見ある、初見ある、初見ある、初見ある。ラタトスクって、なんかラタプーイみたいだね。あ、これ、あ、まだあるもんね。吸収続くか、これもしかして。吸収、ここにね、攻撃武器がある。使わざるを得ないな、でも。使わざるを得ん。あ、間違えた。もったい、もったい、もったい、もったいなすぎる。リザンブーストどっか行った。リザンブースト覚醒向こう来たら終わり、終わりなんだけど。嘘やん。これでどうですか。半分は行ったでしょ。はい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 。えい、手が逆立っている。おった、デバフ作戦超えみて。 OK、 ちょっと光が少なめなんで、ピューレ使って、ピューレも使おう。マーベルも使って、これでヒラ積みします。はい、これはいいんじゃない。初見、初見あるよ。また吸収が続く。体の奥から闇が漏れ出している。闇漏れ出してるけど可愛いのよね、ちょっとね。遊びは終わりだ。うわー、潜水いた。 OK、 吸収終わった。覚醒向こうだけ来ないでほしい。火始めします。高いかな。 85% 減。その半減系ダンジョンか、硬い系ダンジョン。あ、痛い痛い、やばい。回復がねえ、回復がねえよ、回復がねえよ。回復がねえよ。これはちょっと回復持ってこないと負けか。あ、そこは落ち込なしだった。お願い、永久の苦しみ。ああ、そういう系？ HP 毎ターン変えてくのね。待って、超暗闇やん。いや、これサーブ変えた方がいいな。負ける前提かい。で、サーブ変えた方が良くない？いや、十字必要か。あ、でもそんなに打ってこない。半分いったよ。お願い、2万5000しかない。あれ、あ、消せないか。消せないは回復できない。はい、どうですか、どうでしょう。お、闇だから、あ、いけ、あ、いけ、たた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 。やった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 。え、優しい、優しいんだけど。優しいんだけど。変な組み方したな。まあ、いっか、来まーす。あ、あそこ回復だった。行ったでしょ、行ったでしょ。逃げてしまった。やったー、かわいい。え、そんなに難しくないっすね、ダンジョン自体も。やったぜ、ラタトスク、かわいい。この武器がさ、割と強いよね。お邪魔3つの 2way 攻撃強化で、6回以上して80%以上の場合、2ターン内でダメージ無効貫通が10ターンだから、まあまあ、強い武器じゃない？無課金にしてはね。これ作ろうと思います。はい、ということで今日は初見でラタトスク降臨挑んだんですけど、
珍しく勝ててしまいました。ありがとうございました。またね、なんかもっと楽な編成に関しては、後日出したいと思いますので、そちらもお楽しみに。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。